小笠原隆氏は、千葉県船橋市出身の元プロ野球選手。2013年シーズンにより、中日ドラゴンズの二軍投手コーチを務める。船橋市立三崎小学校2年時より、二和タイガースで野球を始める。小林徹監督の指揮する、市立船橋校に在学時の1993年、春の甲子園に出場し、2回戦敗退。夏の甲子園では、 初戦の三本松高戦で完封勝利するなど、私立船橋校をベスト4に導く活躍を見せたが、準決勝で大村直行らを擁する、育英栄打線に打たれ、甲子園を去る。高校時代は、プロ球団から声がかかっていたようだが、もっと体を鍛えたいとして、高校卒業後は、明治大学に入学し、一学年上の川上健信らと共に活躍するが、 1997年10月14日の周期リーグ戦の9回に乱闘事件が発生すると、その首謀の5選手の一人とされて、リーグ戦の残り全試合の禁止処分を受ける。翌1998年春季リーグ戦は1、学年下の木塚敦史らと共に、チームの原動力として優勝に貢献。リーグ通算31試合に、登板17勝6敗。 防御率2.28を記録。1998年のドラフトで、明治大の先輩でもある、星野千一が監督を務め、川上健心も前年から所属していた、中日ドラゴンズから三位指名を受けて入団した。自らを、負けず嫌いと評する向こう儀の強い性格は、星野監督が好んでおり、左の中継ぎや開幕一軍など、前年に入団した聖通衛のような活躍が、 期待されていた。1999年6月10日の対、読売ジャイアンツ戦で一軍初登板し、高橋義信に満塁本塁打を浴びる。2000年2001年もプロ初勝利を挙げられなかった。2002年4月に横浜ベイスターズ戦でプロイル初勝利。以後ローテーションの一角に入り、序盤戦だけで5勝を挙げる。しかし夏前に失速し、 5勝5敗で終わる。2003年は8月29日右足素形部にできた死亡種の摘出手術を受けるがシーズンは1勝もできずに終わる。2004年シーズンは2勝を挙げて復活の兆しを見せた。2005年は未勝利に終わった。2006年5月28日交流戦における対福岡ソフトバンクホークス戦にて6アンダ9奪三進1。 失点でプロ入り初関東勝利を挙げる。しかし、シーズン途中で2軍落ちし、同年の優勝パレードには参加できず、ジャパン周期キャンプに参加するも途中で、名古屋への強制期間指令が出された。2007年途中から、先発ローテーションに定着。関東こそなかったものの、脱参審率が高い上、失点も少ない投球を見せ、5月にはプロ入り9年目にして、 初の月間 MVP を受賞した。しかし、8月25日の対阪神タイガー,アース戦では、完封ペースで9回途中までに15三振を奪ったが、味方も0点に抑えられたまま9回表に1、四万塁のピンチを迎えたところで降板し、後続の岩瀬ひとのりが打たれ負け投手になってしまうなど、打線の援護に恵まれず、 同年の中日の先発投手としては、唯一の防御率に天台を記録しながらも、最終的には6勝6敗にとどまった。規定投球回には達しなかったものの、自己最高の成績を残し、落合博光監督から信頼を得たシーズンとなった。続く巨人とのクライマックスシリーズ第2ステージ第1戦では、新聞等の予想を覆し先発投手として、登板、 自身7月以来となる勝ち投手となり、中日のクライマックスシリーズ制覇の原動力となった。この登板は、新聞市場などで、奇襲と騒がれたが、実は、山井大輔の故障再発により、当然の選択として先発させたと、落合監督が後のインタビューで答えている。小笠原が入団してから、中日は4回日本シリーズに出場しているが、2006年までは、 公式戦、通算100試合以上の登板がありながら一度もシリーズの登板がなかった。ようやく2007年の日本ハムとの日本シリーズ第4戦に先発として念願のシリーズ登板を果たしたものの、勝利投手の権利を目前にした5回にアウトから満塁のピンチを招いたところで鈴木義弘に交代させられ、1974年の松本幸津らに次いで、 チーム二人目のサワン投手シリーズ勝利を逃した。アジアシリーズでは三戦目の大チャイナスターズ戦に先発し、7回1失点の好投で中日のアジアチャンピオンへの道筋を作った。直後の日本一パレードでは沿道から多くの祝福を受けた。パレード中の CBC、東海テレビによる共同インタビューでは、名古屋にこんなにも多くの中日ファンがいたなんて。 知らなかったですと興奮しながらも感極まるコメントを述べていた。2008年は前半は先発として好調だったが、支球で自滅したり、勝負所で本塁打を浴びるなど、徐々に打ち込まれ中継ぎに降格した。その後先発に復帰するも立ち上がりに出展することが多く、試合を作れずに降板するシーンが目立った。 7月31日には怪我で出場を辞退した吉見和樹の代役としてオールスターゲーム第一戦に出場した。最終的には8勝11敗と自己最多の勝ち星を記録するも防御率は4点台後半と低調であった。2009年は開幕に軍スタートとなったが5月10日の巨人戦中継ぎで初登板2回無失点で抑えた。その後、 先発に回ったが立ち上がりに課題があり6月3日のオリックスバファローズ戦ではチームが逆転したため負けはつかなかったが2回に3、7失点でノックアウトされた。それでも先発ローテを守りきり7勝2敗で防御率3点台の成績を残しプロ11年目で初めて勝ち数が負け数を上回ることとなった。巨人とのクライマックスシリーズ第2ステージでは第1戦に先発し、 5回1失点の口頭で2007年の CS 第一戦に続きまた巨人から勝利を挙げた。しかし第2戦以降はチームは勝てず CS 敗退となり日本シリーズ進出を逃した。2010年はオープン戦での好調を受けて先発ローテーション入りしたがわずか1勝を挙げただけで5月には2軍落ちし以降も怪我や不調で1軍での登板機会は ほとんどなかった。2011年も開幕一軍入りしたものの、初登板となった4月16日の阪神戦で3回途中まで完璧に抑えながら、左足の違和感で降板、その後はファームで結果を残すものの今度は左肩を痛め復帰できず、故障に苦しんだシーズンになった。2012年は交流戦時に一軍に合流し、 二試合に登板するも、結果が残せず二軍落ちし、十月二日に戦力外通告を受け、十月五日に現役引退を表明し、今後はコーチとしてチームに残ることになった。同日の名古屋ドームシーズン最終戦の対、広島戦で四回表にし二塁の場面で登板し、安倍智弘をセカンドゴロに抑えている。2013年からは中日の二軍投手コーチを務めている。 カーブ、シンカー、シュートを投げる。早い回で大崩れしないタイプであり、中盤まで試合を作ることができる投手。ありがとうございます。